さあ、こんにちは。さあ、はい、キャンプパリーグね。はい、キャンプのしなきゃいけないこと。まあ、セーブです。昨年3位の、はい、ね、よく3位になったなと思うよね。最後の追い上げがすごかったですよね、セーブは、うん、ね。ただ戦力的に見てどうなんですか。まあ、やっぱりピッチャーがいないもん。で、高橋光成、うん、まあ、ニール、はい、松本、与座、戸上と、はい、勝ち越したピッチャーがいないんだよ。高橋光成が8勝8敗だったかな。あ、ゼロなんですね。5割で、はい、あとは全部負け越しなんだよ。で、誤算だったのはニールの負け越し、はい、勝てなかった去年。だからここら辺がやっぱこう、ニールは負けない投手っていうふうに言われてたんだけど、はい、去年はボコボコ負けたからね。そうですね。うん、で、松本も安定性に欠けたしさ、うん、だからそこら辺先発ピッチャーの整備が必要だね。それはなぜかというとさ、はい、中継ぎが頑張ったんだよ。ねえ、そうですよね。増田、はい、ね、失敗なし、はい、ね、平160キロとかさ、うん、森脇とかさ、はい、まあ、平井などものすごく安定してるんだよね、はい、で、投手陣取りました。お、取った、うん、はい、マット、うん・ダーモディ。マット・ダーモディ、はい、ダーモディ投手。どんな投手ですか。まあ、ツーシーム、スライダーをが中心、うん、で、まあ、チェンジアップを持ってるという、はい、全ての球が高めに行くなんでかなと思うよ。なんで高めに。いやいや、ソフトバンクの投手なんかも最高よ。これは絶対安定するだろうっていうのが、はい、全くもってよくは見えなかった。どこがなんか引っかかったんですかね、その、あのスカウトに。なあ、はい、いや、だいたい高めにボールが浮くんだよ。ダメじゃないですか。いや、ダメなんだよ。で、そんなに球威もある方ではないと思う。なんか、強いていいところがあるとすると、まとまり、全体的な。でもね、やっぱね、抑えてる、まあ、シーンばっかりだったんだけど、はい、なんか高めに行って空振りするとかさ。だから、それがボールが生きてるんだったらいいけどさ、はい、本当に、うん、だけど日本人のバッターだったらなんか対応してきそうだなと思うんだよね。あの、先発系ですか。なんか、いや、先発が欲しいでしょう。そうですよね、うん、だからちょっと心配。マットさんもちょっと心配、はい、俺はね。マットさん、マットさん心配、外国人。そうですね、投手陣がね、本当に西武、あのね、辻さんもおっしゃってたように整備必要、うん、まあそうだな。だから、まあ、機能すればね、俺が見てるだけで、言ってるだけで、はい、違うかも分かんないし、はい、それはニールみたいに負けない投手になってるかも分かんないし、今年でもいつ来日するか分かんないしな。そうなんですよ。だから、まあ、そこら辺が辛いとこなんだろうけどさ、はい、でも、まあ、あの新外国人が機能してくれるとな、少しは楽になるよね、先発投手はね。そうですね、うん、で、野手陣、はい、もう去年は打てなかったな。何が起こったんだっていうぐらいは打てなかったし、はい、まあ、森友哉、はい、山川、うん、森は首位打者取った、ね、翌年だった2割5分ぐらいだったでしょ。だから、ここら辺がやっぱ打ってくれないとさ。どうしちゃったんですかね。なあ、で、山川は規定打席に達してるけど最下位でしょ、打率が。いや、率は求めないんだけどさ、そんなに。だから、ホームランも打ち方もなんか去年忘れちゃったみたいな、はい、まあ、そんな打撃が続いてたからね。結局4番打者が8番スタートして、ね、ええー、とか思ったら、はい、もうファームに落ちてたけどさ、はい、だけどそれじゃやっぱ困るよね。そうですよね。だから、まあ、栗山、源田、スパンティンバーグ、うん、森、殿崎、山川、ね、で、金子、木村、中村、メヒア、はい、まあ、これいるんだよ、はい、だからこれは額面通りの活躍してくれないとさ、うん、やっぱピッチャーを支えられないよ、うん、まあ、苦しいよね。そうですよ。ピッチャーが苦しい、バッターが打たないんじゃさ、はい、でもよく3位になったよね。栗山さんがすごかったなって、うん、いや、栗山は一人で頑張ってたみたいなさ、はい、そんな感じだったんだけど、ね、まあ、でも若手はね、山野辺、はい、まあ、昨年ヒーローだよね、はい、2試合か3試合連続でヒーローになったみたいなさ、うん、まあ、運を持ってるというかさ、はい、まあ、あとは高木、鈴木などいるけど、はい、やっぱレギュラー陣が調整をね、うん、しっかりして、はい、あの1シーズン働ける安定したね、はい、そういうものを作り上げるということと、うん、やっぱり1番バッター。そうなんですね、秋山が抜けて苦しくなったね、はい、スパンデンバーグを使ったんだけどさ、はい、150個三振するんだよ1番バッターで。そんな1番バッターいねえからそうですね。
これは困るよ、はい、で金子の離脱もあったんだけど、はい、で金子が戻ってきて一番にね収まってある程度バッティングでも成長を見せたかな、うん、だから今年は金子で金子一番でいけるといいよね、はい、そうですね最低でも2割8分は打ってほしい、うん、だ金子選手が一番の働きをするようなキャンプでの、うん、こうトレーニングというかってことになってきますよね、まあ、そうだね、うん、だから防御率もチーム防御率 4.28、うん、これはやっぱなんとか3点台でいくとさ、はい、野手陣も少し楽になるんだろうけどね、はい、ただそのバッティングチーム打率が2割3分8厘これは低すぎるよ、はい、やっぱこの打線このメンバーだったらさやっぱそのリーグのトップ取らないとね、はい、チーム打率でも、うん、で得点あホームラン、うん、ホームランが昨年107本、はい、でソフトバンクが127本、ね、でやっぱり山川、うん、おかわりメヒアここら辺がホームランバッターでしょだからここら辺3人でこの107本ぐらいの数字を残してほしいよねあ期待として、ね、3人で、はい、3人でってことですね3人で、はい、まあ外崎1人入れてもいいや入れてもいいですか4人でその4人でこのぐらいの数字は打ってほしいということでそうですね、うん、だからもう1も2もバッティング、うん、ね、もうこの投手陣はあんまり期待しない野手陣は一昨年のような活躍をすればいいんですねあの中継ぎ陣は頑張ってるからね先発陣がクオリティスタートで6回なんとか3点でいくとさ、はい、勝てる試合はたくさん出てくると思うそうですね、うん、だから頑張ってほしいと思う期待しないと課題大きいけどねやっぱピッチャーが ね、まあ、そうですねピッチャーの課題っていうのがどこも、問題抱えてるよねはい、はい、さあそして、はい、最後楽天、はい、ね投手陣投手陣問題ないじゃないですか全くマー君が入ってきてあぐらをかけるような状態になってきたとは思うよ、はい、思うけど、うん、まあ分かんないからねやってみないと期待ばっかりじゃんいやもうなんかまあ安定はしてると思うよそうでしょうね、うん、で投手陣でね、はい、ありますか、アダム・コンリーっていう左、はい、まあ変則のピッチャーを取ったんだよねうん、左打者は苦労するよあ変則で左だから多分ねクロスに入ってくるんだよ、はい、左バッターに向かってくるような感じで入ってくるから、はい、やっぱ左バッターは嫌だと思うよなあ相手は、うん、そうですねでも変化球がしたい、はいね、変化球が高めにいかなくて低めに制球できれば、うん、ある程度の活躍が見込めるさすがにねやっぱ石井 GM 兼監督だわ、うん、よく見てるしかも石井 GM も左のですもんね、まあ、変則ではなかったけどね変則ではないけどこのピッチャーは変則、うん、だから先発がダメでも中でも投げれるという器用さを持ってるピッチャーだよね、はい、でも先発ピッチャーは涌井、岸、則本、田中、早川あそうで入りましたもんねもう楽しみだらけじゃないなんかマー君と早川だけでも楽しみなの則本がその相乗効果で絶対上がってくるそうですね則本選手はそうですよねで唐島、湯気、はい、っていうのをさ、はい、左でいてまあ、中継ぎ陣はやっぱバラエティに飛んでるよね、はい、で抑えが松井そうですもんね、うん、で牧田もいるし、はい期待してる鶴崎、はいね、このピッチャーもいいこれも変則でね結構面白いんだよいやだから楽天本当ピッチャーだけを見に、うん、毎試合行っても面白いでも昨年の防御率は言っても 4.19 だよ、はい、そんなでも額面通り言ったら、うん、おそらく3ぐらいになると3ぐらいですかそこは1にはならないですかねならない1になったらダントツで優勝するよだってマー君とかいるんですよ連勝してるんですよ23でもね1点台はチームだチームボールで1点台は無理だそれはなかなかないそれは無理でもまあ投手陣はね、心配ないよね、はい、野手陣、うん、野手陣、はいね、やっぱねキャッチャーの問題だよ、うん、投げてはいいけど受けるのがヘボだったら困るでしょ、はいで昨年主戦はね太田、はい、67試合打率が2割、はい、で次に足立、うん、1割6分7厘42試合堀内10試合ヒット打ってない打ってない、はい、下妻43試合、はい、1割5分6厘、うん、で石原18試合1割7分4厘、うん、この中で一番打率が高いのは太田2割、うん、これじゃあ話にならないよちょっとそうですね、まあ、キャッチャーとして優秀であればさ、はい、いいけど、うん、
でこれだけばらつきがあるわけでしょ、はい、で太田が67試合次に下妻43試合に足立が42試合、まあ、大体この3人が争って出てたわけだけど、はい、でもやっぱ決めかねてるっていうことはキャッチャーとしてもまだまだ成長過程にあるということでしょ、はい、だからここら辺の主戦というものをしっかりレギュラーとして決めないと、うん、やっぱ投げ手がいいだけに、うん、もったいない現象が起きる可能性がある。そうですね。でみんな特殊ボールを持ってるから、はい、止めれるかどうかっていうのも大きな要素だよね、はい、リードは自分たちで考えられる投手ばっかりなんだよ、うん、はい、だから任せててもいいんだけどピッチャーに。でも特殊ボール早い変化だとかさ、それについていけるだけのストッピングができるかどうかとかさ、うん、やっぱチャンスの時1点差勝負の時に走ってきたらさせるかどうか、はい、これがやっぱ大きいよ。あの楽天ピッチャーピッチャー言われてたのでキャッチャーのことを忘れてました、うん、はい、だからこの今名前を挙げたね、はい、キャッチャーの他にもいると思うけど、はい、だ誰をレギュラーとするか、うん、誰に任せるか、ここはやっぱ大きな野手の中ではポイントだと思うよ。だからこのキャンプ中に、ね、どのキャッチャーが打率を上げてくるかってことですよね、うん、だから浅村を筆頭にさ、はい、鈴木大地、まあ、小深田っていうのは昨年もね、はい、成長したしショートでね、で茂木もいるでしょ、はい、で銀次もいる、はい、で外野には辰巳とか、まあ、いろんないい選手がいるから、うん、だから野手はねほっといてもいいと思うんだよ、うん、まあ、その中でブラントン・ディクソン、はい、内野手、はい、ね、パワーヒッターで、まあ、出塁率は期待できない、まあ、三振が多いんだよね。うん、で守備はうまくない、うん、パワーだけという、はい、でもファーストをやらせればいいということだよね。ああ、まあそうですね。動きも悪いしさ、パワーはあるよ。でもスタンドに入れるだけの確実にパワーは持ってるということだ、はいはい、そこを買って取ったっていうことなんですかね。だからちょっと雑なバッティングでもね、うん、はい、で守備はそんなにうまくない、期待はできないけど、でもハマったら、うん、ホームランは20発、30発はいけると思う、うん、はい、でもダメだったら銀次がいるからね、ファーストに。あ、そうですね、うん、だからそこら辺は心配しなくてもいいんで、はい、ルイネス・カスティーヨ、外野手。ルスネイって書いてますね。ルスネイだな自分で書いたのもあるぞルスネイ・カスティーヨ、はい、ね、はい、外野手、はい、これがね、メジャーでね、すごい高額な契約を勝ち取った、はい、キューバから亡命してメジャーに入った選手なんだけど、はい、まあ、キューバのリーグでは盗塁を取ったりだとか、やっぱ足が速い選手なんだ、はい、この選手もボールは飛ぶ、もうフォローが前がめちゃくちゃでかい、だから期待はしていいよ、はい、ただね、メジャーではね、そんなに活躍してないんだよ。だからね、これ環境の変化に弱い選手なのかなっていう。あ、キューバでは抜群の成績を残してるんだけど、はい、じゃないと契約しないよね、メジャーは。そうですね、亡命してで盗塁王も取ってるしさ、はい、だけどメジャーではそんなね活躍はしてないんだよね、うん、でということはやっぱこう環境の変化に弱い選手なのかなっていう。あ、心配、うん、だから日本に来てそういう環境の変化に慣れたりだとか、はい、まあ、デスパイネだとかモイネノだとか、うん、そういう選手はキューバの選手だよね、はい、だから多くいるから、まあ、そこら辺でこうなんか馴染めていくと活躍しそうな選手だよね。そうなんですね、うん、ただ馴染めなかった時がちょっと怖いかなっていう。あ、そうだね、透かしに終わるかもか、ね、そうですよね、うん、で防御率が、はい、チーム防御率 4.17、はい、まあ、これは 4.19 だね、はい、これはなんかね解消されていきそうな気がする、うんうんうん、マー君効果でね、はい、うん、でチーム打率が2割5分8厘、すごい、とね、パ・リーグの投手陣の中で2割5分8厘打ってるという、はい、チームでね、うん、まあ、これトップなんだけどさ、はい、やっぱもう破壊力はあるよね、うん、ただ他チームと比べるとやっぱ67という盗塁数がちょっと減ってるというね、はい、まあ、これだけウーチャー走る必要もないかもわかんないけど、はい、他のチームはパ・リーグのチームはね、大体80以上ぐらいは走ってるんだよ。あ、じゃあやっぱりもうちょっと欲しいですね、うん、ちょっと走力に関してはちょっと足りない部分があるから、はい、だから、まあ、そこら辺をキャンプで課題としてやればいいかな。そうですね、でも楽天は楽しみでしかない、
みんな多分同じこと、みんなが楽しい。そうですよね、ね、同じこと思ってる。羨ましいよな。はい、はい、まあそういうところで、はい、まあ、12球団チェックしたけどね。そうですね、まだまだキャンプも長く続くし、はい、ね、見守っていきましょう。はい、はい。